皆さんこんにちは、秋総裁のコーチです。今日はですね、皆さんよく耳にされる言葉で大往生という言葉があります。大往生、一時亡くなられましたが、作家の A 六輔さんですかね、昔、今から20年か25年前に大往生という、本出されて、これすごいベストセラーになったのを覚えております。この大往生という言葉、よく耳にされると思うんですね。で、実はですね、私この業界に入った時に、私の、父親、先代の社長からですね、いろいろ厳しいことを言われた中の一つに、大往生、この言葉についてですね、すごいなんか言われたというか、よう覚えとけって言われたことがあるんです。うちの父親がですね、昔ある葬儀の現場で、ご近所の方がですね、お弔問やお悔やみに来られたんです。で、自宅の方にお悔やみ来られて、その時祭壇の葬儀の準備をしとったんですね。そうすると、その来られた人が、そりゃそうと、お母さんおいくつになられた、言って聞かれた時に、91ですとか言って言われたんです。そうすると、その弔問に来られた方が、まあ大往生じゃったんじゃねえいうふうに言っちゃったらしいんです。すると、喪主である息子さんがですね、大往生、いやお言葉ですが、私にとっちゃ大往生じゃありませんと、まだまだ生きてほしかったと、そうおっしゃったらしいです。で、それを父親はずっと頭残っとったんです。それで私にですね、この業界入ってすぐの時に、お前は大往生いう言葉知っとるかい、いや、なんじゃろう、大往生いうのは要は例えばわかりやすく言うと、結構お前からしたらおばあちゃんいうのは、何歳からお前おばあちゃんや、当時私が21ぐらいだったんです。20歳ぐらいだったかな。その時にね、おばあちゃんとは60過ぎとる人いうような認識じゃあります。アホかい。実は例えばこれからいろいろ葬儀の現場での結構高齢の人に当たるじゃろう、お前から見たらほんまのおばあちゃんじゃい、俗に言う世間でのお前が道ですれ違う時に、ああこの人はうちのお母ちゃんぐらい、この人はうちのおばあちゃんぐらいいうような認識で人を見るかも分かる。その中で葬儀の現場でおばあさん、お前から見ておばあさんじゃと思える人、例えば80歳とか70歳とか90歳とか、まあいいわ、そう見られた時の、例えばお悔やみの言葉をこっちが言う時じゃ、葬儀の例えば病院なんかを迎えに行った時とか、いろんなケースがある。その時に年を聞いて、大往生ですねいうことは絶対言うなよと言われたんです。で、さっきの話を、最初の話をさせたんです。こういうケースがあったと時、もしさんこう言われた、家族にとっては家族がまあそうは言うてもですね、これだけ生きたんじゃけ大往生ですよと、要は大往生いうのは年齢じゃないんだと、家族から見て一生懸命生きてくれたいう判断で家族が言うんならへんぞと、大往生と。じゃけど第三者が絶対に言うちゃいけん言葉の一つが大往生なんじゃ。家族にとっては何歳であろうと大往生はないんじゃからなって、そこのとこだけはようよう心してお客さんに接するようにせんけんぞと、葬式屋が絶対口が裂けても大往生言うちゃいけんぞと言われたんです。今日はですね、そのことをふっとね思い出して、実は会社でも社員には何回か言ったことがあるんです。大往生いう言葉気をつけようと、わしは親父からこう教えてもらった。これはですね、一度この YouTube で画面を通して皆さんにご説明というかお話をちょっとしときたいなと思いました。秋総裁、電話がですね、082-568-0115、事前相談もしくは直葬および家族葬、そして寺院で行う葬儀、うちの会社、いろんなことを、事例をですね、ホームページの方へアップしております。どうぞよろしくお願いします。失礼します。